山です。海です。バカス TV です。今回は広島県宮島に今から行きたいと思ってます。おー、広島宮島でやる企画アホ町天国です。まさかの友達たちの偏差値を測ろうじゃないかという企画です。なるほどですね。皆さんぜひチャンネル登録、高評価、概要欄か Twitter の方もお願いします。それでは厳島神社のアホ町天国。わかって TV。 え、ちょっと待って、聞こえた、大鳥居修復中って今言ってなかった、言ってた。これ鳥にしようぜ、これ鳥で、もう厳島神社来ましたね。おお、歓迎、宮島町厳島は歓迎されてないと思うけど。おい、なんでだよ、本当に別に歴史知らなくても来ていいだろ。臭くなっちゃうからやめとけよ、お前。おい、平の清盛ですね。高田風味のじいちゃんじゃない、ほら、高田金次ちゃうわ、お前。元漁師の高田金次ちゃうねん、お前。さすがに銅像は作られない、宮島でですね、お兄さんお二人見つけました、はい、今日はお二人はどうして宮島へ観光。あ、観光で、いいですね。どちらからですか、観光。僕が呉から。あ、呉、地元ですね、はい、ほぼ。お兄さんは市内の方から、はいはい、なるほど、地元の方ですね。今回宮島厳島神社の偏差値を調査しようという企画をやってまして、お兄さん通ってる学校とか教えていただいてもいいですか。愛媛大学ってとこ。おお、公立。ほら、の後輩。お兄さんを。おお、学部は。法学部。法学部。法学部。おお、てってて、ですね、これは。ただ愛媛大は国公立のほぼ底辺。やめとけよ、おい。広島からやから多分センターの点数足りひんくて愛媛大行ったパターン。いや、おい、バカだね、広大行きたかったけど愛媛大で妥協したみたいに言い方すんな、お前。愛媛大の思い出聞きましょう。確かに、愛媛大の思い出を教えてください。サークル一緒だったんですよ。おお、はいはい。バドミントンやってて。あ、バドミントン、バドミントン。海沢ですか、もしかして。結構ガチなとこ。あ、ガチだったんですね。ちゃんとバドミントンして、ちゃんと飲みに行くみたいな。ちゃんと飲みにはいかんでいいけど。おいおい。ちょっと彼女とかもできたりしたんですか。確かに。なんもなかったですね。お兄さんなんもない。お兄さん。愛媛大は就職とかはやっぱ苦労しました。やっぱ苦労したってことは聞いてから愛媛大は苦労するのかなと思って。国公立だから地元最強ですよ。あ、なるほど、ね、ちょ聞いてみましょう。地元は強い。ああ、強かったですか。愛媛のとこ1個も来てないんで。結構広島愛が強いんですね。広島に行きたくて。ああ、なるほど。だから全部そっちで受けたからあんま感じてない。そうそうやな、仕方なく妥協で入った大学やから。やめようばよ、本当に。これ何ですか、これ。ペアリングです。誰と。彼女。いるやん、なんもないて。恋愛エピソード聞いてもいいですか。言える範囲でいいんで。何つながりですか。バイトです。バイトでの恋愛ってやっぱ悩んでる人多いんですよ。成功談というか、そっちの成功談じゃないですよ。どんなバイトですか。居酒屋とかですか。いや、もうスーパーで。スーパーのレジ打ち、おばちゃんと付き合ってるやん。いや違うわ、お前決めつけんな。だからスーパーのレジ打ちの子でたまに可愛い子とかいるんですよ。いますね。僕がよくやる手法なんですけども、はいはい、レシートもらえるんですよね、はいはい、レシートにレジの担当者の名前とか大体書いてあるんですよ、はいはいはい、これで Facebook で調べますね。いや、お前それネットストーカーだよ。絶対やっちゃダメだよそれ。恥かいてもだ。いや、当たり前だよお前。本当もうすぐこうだよお前、本当に。やめてくれよ。なんか誘ってんのかなと思って名前書いてあるから。誘うかお前、本当に。レシートに名前書いてあるから。はい、宮島のお店、はい、ビッグセットさん来ました。はい、カキカレーパン、さっき買っちゃいましたけど、このお店が発祥みたいな。そうです。おー、すごい。カレーパンにカキ入れないもんね、普通ね。確かに。じゃあ、こちらのパンね、いただきたいと思います。うん、カキ、カレー、パン、この3つが最強の組み合わせ、3本の矢や。厳島神社で末春方を倒した毛利元就の言葉が出てもた。ちょっと僕あれなんですよ、東京大学なんですよ、大学が。なんでちょっとついつい知的なコメント言っちゃいました。いえいえ、大丈夫です。伝わりましたかね、美味しさ。大丈夫だと思います。いや、もう困ってるやろお前。今回ですね、厳島神社宮島の学力を調査しようという企画をやってまして、はい、お兄さんの最終学歴とかってお伺いしても大丈夫ですか。ここまで。大卒が作った単純なパンでした。やめとけ。おい、何言ってんだお前。おい、大卒からはカレーパンに牡蠣入れようって発想出てこへん。いや、おい、いいだろ。だからそれ美味しかったでしょ。美味しかったです。美味しかったでしょ、うん、今回鳥居修理中なんですよね。そうですね。京都大学の僕が来たんで今日だけ開けてもらったりとかできないですか。いや、開けられるかお前。何言ってんだお前。ほんまはレッドカーペットとか敷いといてほしいんですけど。敷くかお前、本当に。中退だろ。あ、すいません、中退でした。ごめんなさい、中退でした。お前も高卒だから言うと。くそ。じゃあこちら広島風お好み焼きいただきたいと思います、うん、広島で広島風お好み焼きって言うと切れる広島の人いるよね。あれ味の感想じゃなかった。宮島に来てる男子の集まり見てきました、はい、今日はこれ何の集まりですか。部活です。
大学です。おお、これちょっと楽しみですね。そう、大学生探してました。はい、今回宮島の偏差値を測ろうという企画をやってまして、はい、皆さん一緒の大学ですか？そうです。あ、じゃあ代表してお兄さん、何大学ですか？西南学院大学です。おお、九州。九州の慶応。九州の慶応ですね。はい。西南学院にしたらさっきドヤ顔やった。いや、おい、ちょっとやめろ、お前。どういうこと、お前。カメラこっちっすか？いやいやいや。西南学院。学部どうでもいいか。いや、どうでもいいから一応聞こうよ。西南学院、何学部ですか？法学部。法学部。経済学部。経済。商学部。経済。商学部。おお。西南あるある聞きましょう。確かに西南あるある。図書館だけ綺麗に見せがち。校舎は汚い。西南学院めっちゃ綺麗なイメージあるんだ。図書館とかなんですね、きっと。もう表だけです。あ、表だけ。北京オリンピックの時の中国です。やめろ、ハリポテじゃねえよ。進学部、頭悪がちみたいな。西南学院も進学部あるんや。で、一番入りやすかったりします？そうですよね。同志社大学、上智大学、はい、もうこれ宗教系の大 学部あるんですね。まあまあ、でそこが一番穴場になってんのよ。はいはい、だから宗教やるやつは。お前それは良くない。どうして西南に行ったかだけ教えてもらえますから。おしゃれなイメージがあったら。そうですよね。そう、西南おしゃれなんですよね。推薦で面接と小論文しかなかったから。あら、え、君、西南わかる頭ないやん。いや、ちょっと待って、お前。もう頑張ってよ。あれ様だ、お前、本当に。いやいや、まあ、見て、いや、広島の方キングボンビーって出んだよね。そう、分かったね、お前。まあ、俺の物件全部なことある。俺の人生みたいにお先真っ暗やだからさ、彼女なし YouTuber。 もうゲリラ豪雨降ってるで。おい、カップルの方でいいですか？あ、もう夫婦です。あ、夫婦、おー、おめでとうございます。お二人の通ってた大学聞いてもいいですか？お兄さん、東京大学です。え、まじっすか？院も行ったってことですか？院も、はい、やばっ、てっててーだ。服装的に琉球大やろ。やめろ、お前、ほんとに。いや、お姉さんは聖戦女子だ、言って、ちょっと聖戦女子、玉の腰乗りよ。やめろ、気をつけてください。金目当て。違うわ。お姉さんが学歴すべてな人間じゃないですか。指さすな、お前、ほんとにもう。学歴で判断する。じゃあ、お兄さんも東大なんですか？あ、そういえば、そのすべてってこと。京都大学です。いや、ちょっと弱いな。めちゃめちゃ弱かったよ、お前、今までの。喉仏が萎縮してもらった、東大学も。東大の前にするとね。東大からなんか東大受け直したみたいな人って。あ、多分これです。僕ですね。なんか僕はなんか会社のその京大の同期に遠い人いて応援してるって。会社の同期に応援されてるやん。いや、お前だよ。なんで宮島を選んだんですか？行ったことないところに行きたいって。はいはいはい。生成女子大に宮島の良さ分かんない。いや、おい、ちょっとお前。日本史受験じゃないでしょ。全然分かんない。指定校受験。慣れ初めとか聞いても大丈夫です。あ、確かに。はい、後輩の先輩とか同じサークルでみたいな、なんか2人間に挟んでる。共通の友達。共通の友達が、はい。あ、いや、なんとしても東大生だって気持ち思て。自分からやん、絶対。サークルもインカレで東大です。東大生と付き合って良かったこと。あ、確かに。知識が豊富、はい、優しく教えてくれるんですよ、分からないことが。あ、いい、いい。見下したりとかしない。表では見下さないですが、裏では見下してます。お前、なんか悪いことしてるな、これ。神が怒ってる。はい、従いました。触るとね、ちょっとやっぱ危ないですから。さあ、問題です。鹿という漢字がつく大学といえば？鹿児島大学。正解。ベバベバベバーン。こっち向いて。ねえねえ、こっち向いてよ。京都大学だよ、僕。広島市内です。あ、市内の方から。はい、宮島の学力偏差値を測ろうという企画をやってまして、お姉さんの出身の学校を教えていただいてもいいですか？製菓の専門学校。製菓の学校。パティシエの学校だった。なるほどなるほど。頭ん中お菓子の家です。やめろ、お前。どういうことだ、お前。今お仕事は？パティシエを辞めて写真館で働いてます、ね。あ、じゃあめっちゃカメラ好きなんですね。そうです、ね、すごい、すごい。プロっすね。B 山のさ、インスタグラムの写真をさ、はいはいはい、見てもらうとかどう？あ、確かに。あの、僕もちょっとセミプロでやってるんで。セミプロやった。セミプロでやってるんで。アマチュアのアマチュアでしょ。いや、おい。じゃあ、おー、はい、で、この写真何点ですか？63。いや、ちょ、リアルな数字。ぜひフォローしてください。あの、63点のインスタグラマーです。おい、やめろ。おい、これ面白くないのディスられるのはいいけど、ちょっと写真はディスんないでくれ、ほんとに。
はい、というわけで宮島厳島神社でのアホマチック天国やってきました。はい、国公立多めでしたね。でまさかの東大が出るっていうね。今回ね、宮島の偏差値57ぐらいはあるんじゃないですか。そうですね、57ぐらいありますかね。はい、はい、ぜひ皆さん観光とかに行ってみてください。はい、皆さんぜひチャンネル登録と高評価、概要欄か Twitter の方もぜひお願いします。じゃあ今日はこの辺で、バイ。